どうもこんにちはゆうじです皆さん家畜動物と言われて最初に何を思い浮かべますかまあ、割と数はいるんですけど例えば牛豚馬他にも犬猫羊ヤギもっと小さい動物でいくとモルモットなんかも家畜動物になってますまあこれが全てではないんですが割と言いますよね家畜の動物。けど 野生の動物っってもっとたくさんいいるじゃないですか自然にいる動物の数に比べたら家畜化された動物なんてほんのわずかなわけですよじゃあですよこのわずかな数の家畜化された動物の中に他の動物を加えることはできるんでしょうか他の動物を家畜にすることはできるんでしょうか例えばキツネなんかキツネイヌ科の動物ですイヌと非常に近いですイヌオオカミと。 前の動画でもやりましたけど犬はオオカミから人間が家畜化したまたオオカミ自身の手によって家畜化された動物になってますオオカミから犬ができたようにキツネをもっと家畜っぽい動物に変えられないかそう実験した人がいるんですよそもそも家畜っぽい動物って何だと思うと思います家畜化された動物にはいくつか共通点があるんですよ 例えば分かりやすいものでいくと牛なんかもそうですけど牛はもともとオーロックスというもうこの動物は何百年も前に絶滅してしまってるんですけど動物から家畜化されたんですね牛は牛はこのオーロックスよりもはるかに多くのバリエーションの毛の色を持っているんですね犬なんかもそうなんですよ野生の狼に比べたら全く 比べ物にならないほど多様な色を持っているのが犬になるんですけど他にも豚なんかでもこの毛色の数っていうのは野生種とは全くかけ離れているほど多いんですよ他にもありますまず耳なんかそうですねえ豚や犬なんかそうなんですけど耳が垂れていたり尻尾が上向きに巻いていたりいうこともこの家畜化動物の特徴になっていますそれから手足が短かったりいうのも家畜化の特徴ですそして何より 何より大事なのは人間が近づいてもそこまでストレス反応を起こさない、拒絶しない、いうことなんですよ。これ、なぜなんでしょうか結構どの家畜の動物を見ても重なってる部分が共通してる部分がある。なぜ家畜化されるとそんな変化が起こるんでしょうか今日はそんな家畜のいろいろななぜについて話していきたいと思います。まず、キツネを家畜にしようとした実験の話なんですけど、この実験をした人物はロシアにいました。 ロシアと言ってもその時はソ連という国でした。この科学者、ベレアエフという人間なんですけど、ちょっと、あのー、社会的にまずい状況になったんですね。自分の支持する説がなかなかソ連では良くないとされた。だからシベリアに飛ばされてしまったんですよ、このベレアエフは。けど、逆に、ちょっと都合が良かったんです、ベレアエフにとっては。シベリアにいるから。だいぶ、サンクトベテルブルクとか、えっ、ー、と、モスクワですね。モスクワとかから離れてるから。 これ、見張りがあんまいないぞ、思ったんですよ。これで結構自分の好きな実験をできたんです、ベリーアイフは。そして、狐に目をつけたんですね。狼から犬ができたように、狐をもっと家畜っぽくできないか。たくさん毛色があったり、えー、人間に慣れ親しんだり、簡単にペットにできたり、そういう特徴ですね。こういうことが狐でもできないか、思って実際に実験してみたんですよ。そしてもう結果から言うんですけど、できたんですよ。狐を犬のように、 犬と前の動画で、えー、狼とそれを家畜化した結果の犬の違いについて言いましたけど、いろいろな違いがありますよね。まず、狼は人間の意図を全く読み取れません。全然人間が考えてることがわからない。頭がいいとか悪いとかそういう話ではないんですが、狼は犬に比べて明らかに人間,とち人間の考えてることを理解できない。 他にも犬の方が毛色がたくさんあったり、狼では群れにいる最上位のオスと最上位のメスしか子供を残さないんですけど、犬はそんなことない。狼だと当然群れの中での争いなどもありますから、体が大きい方がいいんですけど、犬などはそうではないですよね。人間に飼われてますから。そんないろんな違いがあるんですけど、狐もそんな風にできないかな、考えたんですよ。で、狐の養殖場があったんですけど、そこからね、 えー、確か、オス、何十匹、メス、百匹ぐらいかな。連れてきたんですよ。ある程度の狐を。で、一つだけ、一つだけ条件をつけて、その狐たちを繁殖させたんですよ。これが従順性だったんですね。人間が近くにいても大丈夫か、人間に懐くか、いうことを基準。この一つだけを基準にして、キツネたちを繁殖させたんですね。 まずその養殖場にいた狐たちの中からあんまり人間が来てもね、拒絶反応しない、吠えたり、襲いかかったりしてこない狐たちを選び出したんですね、おすめス,スさらにその中でも、えー、その人間に対して拒絶反応を起こさない狐たちを選んで繁殖させたんです。で、またその子供たちも同じような選択基準ですね。人間が近づいても大丈夫。人間に懐く狐たちをその中から選んで繁殖させていった。これを何世代も続けていったんですよ。 その結果、面白い変化が起こってきたんですよ。まずですよ。すぐに、結構、数世代のうちに、尻尾が巻いてきたり、垂れ耳になったり、いう狐が出てきたんですね。他にも、毛色が変わってきた狐だとか。そして何よりですよ。かなり、人間に懐ようになってきたんですよ。もう、生まれて子供のうちから、人間が近くに来ると、尻尾を振ったり、ええー、なんか甘えてきたり。 顔を舐めてきたりいう特徴が見られたんですねこれは野生のキツネだと全然見られないことだったけどただ従順性どん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 従順なものを選んでいった結果それが強化されていったんですねこうしてビラアエフキツネを家畜化することができたんですよできたんですけどなぜだと思いませんビラアエフは一基準は一つだけだったんですよ家畜化の人間に従順なものだけをどんどん選んで繁殖していくて いう実験だったんですけど、なぜか、他の家畜にした動物と同じように、色がいろ、いろんな種類のバリエーションの色が出てきたり、耳が垂れたり、尻尾が巻いてきたり、いうことが起こったわけですよ。 さらに成熟が早くなったり、いうことが起こったわけですね。成熟っていうのは生成熟のことなんですね。こう、生まれてから交尾できるようになるまでの期間が短くなる、いうことなんですけど、これは他の、家畜化された動物たちにも繋がってることなんですけど、これがきつんでも起こったんですよ。なぜなぜこの色が変わったり、耳が垂れたりっていう特徴が、いつもセットになってるのか。これなんでだと思いますなんで他の特徴じゃないなんか、なんでこれがいつも重なってるんだ 思うかもしれないんですけど、これ実は、これすべてこの特徴が後ろで繋がってるかもしれないという話になっていくんですよ。なるべく、なるべく難しい用語とか省いて、なるべく簡単に、単純に短く説明していきたいと思うんですけど、まあどうしても言わなきゃい、あのー、使った方が便利な言葉とかは、えー、紹介していきたいと思うんですけど、そしてこれ、家畜化された動物たちの中では、ストレスに関係する部分、 脳から、まあ脳だけではないんですけど、副腎脂質とか、まあ腎臓につながってくるところでもあるんですけど、脳から、えー、指令を出して、いろんなホルモンを分泌する部分とかいうのがあるんですけど、そこが遅れてる可能性がある。なぜそこが遅れてるのが、他にも色とか、えー、尻尾が巻いてることに関係してるかっていうと、そのホルモンを作ってる部分、まあいろんな要素があってそのホルモンを作ってたりするんですけど、ここでまあ難しい話で全部取っ払って言うんですけど、そういった部分が、 骨の形成とか、骨を作る軟骨ですね。尻尾とか耳とかだと、軟骨とか作ったり、他にも色素、色素を作るタンパク質とかにも関係してるんですよ。そこ全体が、発達が遅れてくることで、こういうのが全部セットになって出てくるんじゃないか、いう説があるんですよ。これ多面発言説って言うんですけど、いろんな面が一緒に発言してくる、一緒に出てくることを言うんですけど、これ、次の疑問なんですけど、 タイミングが重要っていう話になってくるんですよ。まあ、こうやってセットになってくるのは、なんか体の中でそういうホルモンとかが繋がってるから、そういうホルモンとかの成長が抑えられて、その色とか、えー、耳とか尻尾とか、で、人間の従順性、人間が近づいても、そのストレスがあんまり出にくいとかね、そういう話に繋がってるんですよ。そこはわかりましたよ。じゃあなぜ、どうやってそんなこと起こってるんですかいう話なんですけど、ここで、 タイミングが重要っていう話が出てくるんですよ。実は、実は、もともといたんですよ。狐の中でも、ある狐は、人間に対して、人間が近づいたりしても、ストレス反応をもともと起こしにくかったんですね。これどんな狐だと思います礎の中でもいたんですね、もともと。家畜っぽい狐が。子供の狐なんですよ。幼体、赤ちゃんの狐とか小狐は、 もともと人間が近づいたりしても反応を起こしにくかったんですね。まあこれ次またあのややこしいワードが出てくるんですけど、ペドモルフォーシスって言うんですよ。これどういうことかっていうと、まあ狐で簡単に例で説明すると、家畜化する前の野生の狐では子供の頃にしか見られなかったという現象が、家畜化すると大人になっても残ってるという現象なんですね。えー、狐、 昔あの養殖場から連れてきたじゃないですかその時は子供子狐の時にしか見られなかっただけど実験していくとどんどんその子供の時の特徴が大人になっても残ってる言うんですよこのおかげでもしかしたらいろんなあのセットになってる組み合わせが出てくるのかもしれないいうことなんですけどもうちょっと詳しく説明するとこれ家畜化された狐では子狐の時に持っていた特徴をずっと持ち続ける 従順性が一番分かりやすい例なんですけど人間が近づいてももともと小狐は大人の狐よりも警戒心が強くないから簡単になれることができるこれが家畜化していくにつれてその子供の時の特徴がずっと残ってる言うんですよそしてこれがさっき言った多面発言いろんなのが一緒に出てくるホルモンとかその脳の関係でねっていうのと合わさって色が変わったり耳が垂れてきたり尻尾が巻いてきたり い,いろんな特徴があったんじゃないか、言われてるんですよ。これが簡単に言うと、ペドモルフォーシスなんですね。昔は、あの、子供の時にしか見られなかったけど、家畜化していくと、それが大人にも見られる。そしてそれが他の要素と繋がってるから、毛の色が変わったり、いう話なんですけど。まあ人間でもたまに言いますけどね。大人になったのにずっと子供みたいなこと言ってる人。けど、あれとは違うんですよ。あれとは違うんですけど、これがペドモルフォーシス、家畜化の特徴なんですよ。他にも犬とか豚とかでも見られる特徴に。 なってるんですよ。けどですよ。これで全部説明できるかって言ったら、実は全然できてないんですよ。他にもいろんな疑問があるんですけど、まあ、一応尺の関係でねえ、今回はここら辺で終わりたいと思うんですけど、じゃあ、今、狐で実験しましたけど、犬とね、ちょっと近い、同じ犬科の動物ですけど、ただ、狼はもともと群れで暮らす社会的な動物ですから、それより確かに狐、狐は基本的にもっと少ない集団、家族、 単位ぐらいでしか暮らさないのが狐なので、狐を家畜化できたということはかなりすごいんですけど、じゃあ、もっと犬とか、また牛とか豚とか馬から離れた動物なら、これどうなると思いますまたこういう疑問が出てくると、いろんなことが知れて面白いのでね、えぜひいろんな話していきたいと思います。そして今回の参考文献。まあ、前回犬の時もこれを話したんですけど、家畜化という進化。 リチャード・シー・フランシスの、フラ、リチャード・シー・フランシスさんの本になってるんですけど、いろんなね、動物たちの価値観についての話が書かれています。そして人間の、人間が自分たちを価値化したんじゃないかっていう話も、されてます。で、もう一つ、これ、遺伝子という本なんですけど、インド人のね、えー、シッター・ルダ・ムガジーって人が書い、書いた本なんですけど、こ上下巻で分かれてるんですけど、この本、非常に、 面白いです。遺伝子に関するね。あ、遺伝子ってこういうものなんだ。かなり、あの、歴史を追って、遺伝子が最初、ダーウィンとか、メンデルとか、どういうことまで分かったのか、どこが分かんなかったっていうのを人間が解き明かしていくね。人類の進歩の歴史と、えー、重ね合わせていろいろ話してるんで、非常に分かりやすい本になってました。それでは、狐の家畜化でした。さようなら。